陳寺氏刑は、陳家太極拳の指導者。河南省運堅陳野皇出身。陳式太極拳最高の使い手陳発火の実施。幼少の頃、父に従って、首都北京に移住し、移行父のもとで、厳しい修行の日々を送る。拳制と呼ばれた父に並ぶ実力の持ち主で、特に虜だについては、天下一品との名声が高かった。 文化大革命時は不遇であったが、その終了後は各地に壊れて、指導に当たり、陳式大極拳の復興と一層の普及に功績を残した。また陳寺しひなき跡の陳夜行にも再三招かれて、現在、陳夜溝四大混合として、有名な陳小左官などに指導している。1981年、治病の高血圧により、体調が思わしくない中、 弟子たちの反対を押し切って、河南省省作に指導に赴き、当地で脳梗塞を起こして死去。弟子には、実施の陳祐をはじめ陳古左官、統治に野の武術家多数。一族以外では、馬二次、陽文釈、長子、春、万文み乗等多数。現在陳式太局権の大家系を学ぶものの、ほとんどが陳寺師系の影響下にある。 陳式太局拳中高の祖とされる陳髪家の三男として生まれ、兄である陳寺市朝日と共に厳しく家電の武術を仕込まれた。父に劣らない実力を身につけるも文化大革命によって不遇を余儀なくされ、一時期はバスの切符切りなどをして生活をしのいでいた。そんな状況でも腐らず、バスの揺れに合わせて重心を安定させる工夫をする。 すし詰めバスの中でどうやって人を交わしながら移動するか考えるなど常に拳の修行を考え行動していた。文革を生き延びると伝統剣術の保全のため積極的に指導を開始する。居住地である北京はもちろん上海、南京、小作、鄭州、鎮や溝などにもしばしば出張し指導を行っている。また事故の修行として 都市最強と言われた父から、主に都市格闘を教わったものの、武器術については、不足があると思っていたため、いとこのチンテラ主婦にこうて、武器術の前伝を受けるなど、謙虚かつ鈍欲に学ぶ姿勢を持っていた。自己の得意技であるトリコダに関しては百発百中、天下無双との呼び声高く、どんな相手でも一瞬で確実に仕留めた。同時に、 相手の技を無力化する技術にも優れており、筋力に優れた者が、死の指一本を取って、逆さにねじ上げようとしても、なぜかするすると外され、どうしても関節を極めることができなかったという。現在、一般に陳家、陳八20日、鎮経伝の当時を、進化式、陳寺氏秘伝の当時を、老化式というが、陳寺氏経は生前、この呼び方を大変に嫌っていた。 陳寺市警は、自分の伝えている当時は、陳氏、正宗の家電の当時であり、陳寺氏秘伝のものよりもこちらが正当である。あえて新旧を言うならばこれが本来、老化と呼ばれるべきであって、さも新しく作り出したかのように聞こえる、進化というのは不快であると語っていた。しかし、先に、北京や、その他地方で広く指導していた、陳寺氏費の拳が広まっていたため、 その後で普及した、ハツか、チンテラシュ経の拳が、新と呼ばれるのも仕方がなく、チンテラシュ系の願いに反して、現状が定着してしまっている。チンテラシュ経の弟子たちの間では、新しく公開された拳という意味にとって、納得している者も,もいる。ありがとうございます。